か。あ、もうつけときたかったんで、それ。あ、もう皆さん座ってくださいよ。もういいですよ。いい、座ってください。そんな別に構えるようなあれでもないんですけどね、別に。そろそろ、ニューヨークまであと、1ヶ月半ぐらい思えばね。ないか。1ヶ月と1週間、2週間ぐらい。まあ、ふと気になったのが、パスポートがあるじゃないですか。うんうん、パスポートの写真って面白い説っていうのがありまして、やっぱあれ5年単位、10年単位で登録するものだったりするんで、はい、ちょっとみんなのパスポート写真を見てみたいなと思った。いや、だってあれだって言ったら10年前の写真の可能性もあるわけやん。まあ、うん、パスポートなんてさ、そんなに更新するもんじゃないですから。それで言ったらうちは海外行ったものなくて最近作ったから、そうなんね。チャイユに関しては1年前とか2年前ぐらいに作った。そう、ちょっと見たいんですよ。皆さんのちょっと見せてもらいたいなと思いまして。はい。だから、おのおのにちょっとパスポートの写真あったらって言ってたんですけど。写真だけ入れてるけど。チャンユー .jp。ちょっと気になるんですよ。かなり気になってます、ちょっと。俺でも、もしかしたら、かっこいいかもしれない。人間さんはいつぐらいのあれなんですか？いや、ほんと、セブンイレブンの会社員時代だから。おー、いいね。もう6年ぐらい前。5年前かな？なるほどね。お前が人生を踏み外す前の。でしょ？いやいやいや、成功。お前今大間違いしてる。踏み外してた時。今お前大間違いしてるから今。いや、間違ってない。うん、踏み外してた時。普通セブンイレブンが悪いから。セブンイレブン時代の人間見れるのレアじゃないで、結構レアじゃろ、レアじゃろって言ってた。本当レア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 。元気はもうそんなやってるんや。じゃあチャンさんの、あ、見そうね、チャンユンから、うん、そうね、あ、俺チャンユン見たいん、ちょっと原本は今日はないっぽいんですけど、シャメがあったんで、はいはいはい、これですね。あ、まあ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 、なんか髪型変わってる、金髪。まだなんかこの時はまだ汚い人が今の方がいいね、なんか。あ、なんかいいんじゃない、どこ。もういいんじゃない、一応髪も早いとこ黒染めしたくしかない。あら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 、金髪はもうやめたい。あ、町山に負けてから。あら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 、今ちょっと字幕つけてるけど、やっぱ金髪かなって言ってたね、言ってました。金髪がダメですかみたいな。パスポート、え、順番持ってる。俺も一応、あ、俺あるかな。お前と見せないのおかしい。俺別にそんなに前じゃないからな。人間最強っす。いやでもやっぱさ、まだちょっとまともじゃない、この顔面が。そういうこと、今まともじゃない。いや、なんかこのまだやっぱ社員感っていうかさ、なんか社員だ。そう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 、新卒1年目のフレッシュマン、本当にフレッシュサラリーマン。フレッシュや。お前スーツ、スーツが似合うな。お前やだよ、社会人に戻れ。やだよ、これが一番似合ってるの、変態が。いや、それもどうだ。先にもう先に順平にする。さあ、俺だもん、俺がいい。俺、はい、俺そんな別に。俺大したことない。チャンユー .jp。じゃあ俺ちょっとやめかもしれない。いや、いいよ。俺のこれはだ、俺も4、5年前。あ、そうなんだ。なんで。もっと三人仲良く画角に収まろうとが、もうちょっと寄ってよ。俺が先の方がいいかもしれない。いや、俺そんなおもろくもないし。いや、おもろい写真でおもろいとかね。いや、やばいやつやん。いや、待って。やばいやつじゃん、こいつ。人殺してますやん。ね、無理。こいつ。やだ。国際指名手配。目やば。これでもどうせモザイクするから。目やばいって。いや、これなんか。そう。写真。やっぱ、やっぱさ。これ自撮りやから。え？自撮り下手すぎん？鼻の彫りか。やっぱ毎回思え、それ。いやでも順平でやったかこうだった。これ何年前？何年前？これでも3、4年前じゃない？iPhone で撮ったやつ。めっちゃ良くなったね、順平。いや、良くなって。昔の順平のだったらうち多分友達になってないもん、やっぱり。それなんだ俺だから。いつも思う。いや、見てほしい。トッキーネズミ子してたみたいな。どんな顔、そんな、あんな変わってないと思うけどな、俺は。いや、じゃあ。違うんよ。してました。してそうだもんね。すごい元気や。いや、見てほしい。これはガチだわ。ガチだわ。それガチだわ。ほんでほんで。だまされてかいから。石川君の。元気や、だまされてかいから。ちょっと間違えただけ。だますがいじゃなかったけど。大丈夫、使えるこれ。元気、元気いこう。え、俺、いや、元気のおもろい説あるんだよな。いくよ。せーの。
やばやば、なんこれ、どんなジャンルの人これ、どこのジャンルの人が、目死んでないなんか、何眉毛ねえし、でもなんか相葉くん感はあるんじゃない、まあ、まあちょっとでもなんとなく眉毛とか、なんだろうね、これいつでこれタイプやね、でもやっぱ似とタイプ、ね、うん、弟似とる、タイプじゃん、本当にこれがネズミ工事だよ、いや、あれは、まあ、ああ、いや、違う、ネズミ工事じゃない、多分。大学、入りたて時代です。これマジいつ、これマジ多分それ大学1、2年とかじゃない、ワンちゃん。3年だわ。大学3年 ?3 年の時初めて影。じゃあまた元気で俺会ったことない時の写真で。ああ、多分。チャンユー .jp。面白いな。いや、そうなんだよ。意外とって思って。そう、ちょっと、見たかったんですよね。皆さんもな、ね。そう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 。怖くなったのうち、昔作ってたと思ってたんだ、いやでもまあこれは逆にチャンネル5年後ぐらい見たらやばいと思う可能性はあるからね、そうなるために高めた方がいいね、自分は。そうね、そうね、定期的に見直せるのかもしれませんからね。はぁ、俺的に順平が一番やばかったよ、いや確かよ、そうなんや、結構なんか衝撃よ、やっぱ昔の順平の友達になりたい、なんなんそれ、なんなんやっけ、いやいや、まあ気になったんですよ、パスポート皆さんの衝撃でしたね、でも衝撃はもうどちらかというとここ2人よ、そうなんか人間はそのままだね、うん、割とね、まあフレッシュさはある、まあ似合ってた似合ってた、やっぱいらないいらないいらない嬉しくない人間初期時代とかだったらおーってなってるかもしれんけど、ああ一周回ってるもんね、そうね、一周回ってまたそこに戻ってきちゃうもんね、結局スーツが似合う、いやリクルートスーツがね、リクルートスーツセブンに戻ってきちゃう、就活始めたらいいよやだ、俺はみんなとやってくんだからアメリカ行くんだから、えこの格好いけるよ、うん、会社行けるとかじゃない、会社行きたくないのアメリカ行くんだろみんなで、でもヒゲだけはそらんとダメ、そうね、ちゃんと行くな、働くなら、ね、行かないって会社ヒゲはダメなんだ、アメリカだって YouTube だって、例えば入れちゃダメよ、入れるよ、入れるよ、入れるよ、お前入れるの、入れない、衝撃やん、アメリカ行くんだから、戻るより例えばやるとき、そうね、お前タトゥーやめたら絶対やめたら、そう言われても入れたくなかったあ、またお前のお母さんから怒られるじゃん、こんなあげたらやばい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 、やめよやめよ、消そう消そう消そう、おーチャンネルチャンネル登録してほしいよ、欲しいよ、今度ではなく今今登録してほしいよ、欲しいよ、ハバナアイゼー、いいねいいね、ないよないよ、バリエーションバリエーションないよ